月亭太フトシユは、大分県武田市出身の落語家、お笑い芸人。血液型は、大型。本名は、後藤進平。大分県立大型工業高等学校卒業。元は、大阪 NSC26 期生の漫才師で、2004年5月から2010年7月まではだか、電球というコンビ名で活躍していた。素人出身の山下義宗とコンビを結成。 当初アマチュアとして活動2004年の M-1 グランプリに出場したがその予選中に吉本工業に所属することとなった同大会では結成して間もないにもかかわらず準決勝に進出するなど検討翌2005年の第26回 ABC お笑い新人グランプリでも新人賞を受賞するなど順調な活動が続いたしかし 当時現役の大学生であった相方、山下が、学業に専念することとなり、1年間活動を停止。その間、ピン芸人として、五島レクイエムを名乗る。2005年の M-1 グランプリには藤原エフキ、夫、メキシコの風と共に、ポチヨポチヨというユニット名で出場した。その後、元町の帽子屋さんのバイク、川崎バイクと、期間限定ユニット、眉を結成。 翌2006年の R-1 グランプリでは、後藤レクイエムの名で準決勝に進出。その年3月には、裸電球の活動を再開し、2007年の M-1 グランプリで再び準決勝まで勝ち上がる。2010年7月をもって、コンビを解散し、以後落語家を目指す。2010年12月12日に、月底遊ぶ方に入門。大の遊ぶの名を授かる。 三代目、桂米朝にとっては、月帝天使に続き、二人目の現存弟子となった。2012年、第7回大阪アジアン映画祭にて、治療休暇の肥満体系の憎たらしい男の役柄で、映画初主演。出演のきっかけは、映画スタッフが、暴動画サイトで偶然見かけた、裸電球時代のコント。同年、第22回、彦八祭りの、 落語家による大相撲にて優勝。2013年、二代目京都府住みます芸人に就任。それに伴い活動拠点は京都となる。2017年4月、住みます芸人を退任し、拠点を大分県別府市に移す。ありがとうございます。